心を高く上げて神様の御名を賛美いたしましょう。ご起立できる方はご起立ください。朗読文を読み返しましょう。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。主が私たちを作られた。感謝しつつ主の門に、主に感謝し皆を褒めたたえよ。その真実は世々に至る。
お座席ください。さあ今週は感謝祭ですね、ビッグイベントの週です。お祈りいたします。天のお父様、感謝祭礼拝の日です。天地を創造された主なる神様の皆を称えます。国を挙げて感謝を覚える恵みの週、恵みの日を感謝いたします。あなたがこの国を守り支え、力と屈しい御業を与えてくださいます。神様を信じ礼拝する自由を求めてやってきた移民者一世たちを感謝いたします。私たちの多くはそれでも主なる神様を忘れてしまいました。平和と繁栄、アメリカは他の国では見られない人口、富、力をいただいてきたことを忘れないように生活させてください。一人一人謙遜な態度、生活態度を持って喜びと祈りと感謝を持つものとさせてください。パンデミックであっても、インフレで経済が厳しくても、神様あなたは続けて私たちの日々の糧を与え、守っていてくださいます。平和を与え、何倍にも豊かに増やしてくださる、その力を与えてくださる恵みを、恵みの御手を忘れないように導いてください。病気の人の体調を整え、仕事がない人には仕事が与えられ、悩む人には知恵を与えてください。学生には勉強できるように導いてください。人間関係で悩む人には解決の方法を与えてください。そして続けて私たちのこの教会、小さな群れ、日御坊に目を留めてください。ここで祈るときにイエス様が祝福をもって応えてくださいますようにお願いいたします。今日私たちが一つの心、一つの声で神様を心からあがめ、皆を感謝いたします。すべてのことを感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りを一緒に捧げましょう。主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びにせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を拝読させていただきます。テサロニケ人への手紙第1、5章14節から18節。兄弟たち、あなた方に勧告します。気まらなものを戒め、忠心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまたすべての人に対していつも善を行うよう努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。これは神様の御言葉です。Oh
ございます。今週はセンクスギビングです。大きなお休みです。何を食べますか？何をしますか？楽しみですか？楽しみ？全然。ターキー食べますか？食べない人はどうするんだっけ？教会のお弁当を取りに来るんですよね、皆さん。そうですね。さあ、その楽しみだけではなくて覚えたいことがあります。今のアメリカで神様を礼拝する自由があって、この国がしっかりしていて安定している、そこには多くの犠牲があったことを覚える時です。どれだけの感謝を持って今日は祈りつつ、去年今週3冊の本を読んだんですね。子どもたちにサンデースクールで教えるために読んだんです。簡単に分かりやすくと思ったら結構のめり込んでしまいまして、読みましたよ。すごいいい話です。16世紀7世紀はイギリスは本当に信仰的に一番苦しい時代を経験したんです。ヨーロッパでは16世紀1517年から宗教改革の運動が起こっていたんですね。それは素晴らしい霊的なリバイバルで、みんな信仰に目覚める時でした。信じてる人多いんですけどね、信じてるけど熱いものを感じなくて、ただただ教会に来て毎週祈って、主の祈りはお祈りは賛美歌はほら帰るぞっていう信仰生活になったんです。でも変わったんです。パッションを持ってイエス様を褒め歌えようという時がやってきたんです。でもそう一生懸命になる人が出れば出るほど摩擦が厳しくなり、多くの人が苦しむことになりました。現実はそんなものすごい大変だったんです。弾圧が始まりました。イギリスは国が定めた教会だけ行くんです。他はダメなんです。法律ですよ。で、信仰的にもっとパッションを、証しを、神様の恵みをと思う人は個人的に集まり集会をするんですね。で、勝手に集会をしたということで、そのうちにですね、警察に捕まる人が出てきました。みんなは自分たちも捕まってしまうと怯えてきたんです。自由に礼拝をしたい、自由に集まり聖書を読んで賛美をしたい、礼拝をしたいと思ったんです。で、その人たちはオランダに引っ越しをしました。でもね、オランダに行ったら町に馴染めなかったんです。人にも馴染めなかったんですね。その時に新大陸アメリカの地でバージニアというところに移民して生活ができるという話が入ってきました。おお、これはもしかしたら新しい地は約束の地だと、自由の地だから、もう信仰を持つことによっていじめられたり弾圧を受けることがないと思ったんです。そして海を渡る決心をしました。どうやって行くかです。ロンドンカンパニーとかいうのが当時ありまして、誰がどうしたかっていうことは、イギリスの王様がですよ、アメリカへのバージニア植民地を開拓するためにこの会社を建てたんです。バックアップを受けることができる、だから行きやすくなるんですね。でもアメリカに行ったらそこからですね、いろいろなものを供給してあげるという7年の契約を持つんです。魚とか毛皮とか木材とかをイギリスに送らないといけないんですね。で、オランダにいた人はスピードウェルというお船、ロンドンにいた人はメイフラワーという船を準備いたしまして、ほら乗る人数は決まっているので、行ったら帰ってまた連れていくっていう感じでですね、それで、ピューリタンの人たちが多くやってきました。最初はイギリスから出港するんだけどね、ほら2隻あったうちのスピードウェルという船は水が漏れる船だったんですよ。で、2隻一緒に行くんですけど、ああ水が漏れた危ないっていうことでまた戻るんです。で、もう一回直していくんだけど、また水が漏れたって帰ってきたんです。しょうがないから9月6日メイフラワー号
一隻で出航したんです。メイフラワーっていうのは帆が3つ、90フィート、まあ、27メートルぐらい、30メートルのプールみたいな大きさだと思ってください。乗組員が25名いました。で、乗客は102名、44人が信仰の自由を求めて乗船していました。で、他の人は誰って言ったら、ここもロンドンカンパニーのね、仕事でアメリカの地に新しいオポチュニティを求めてやってきたんです。鶏とかヤギを数匹、犬も一緒に、さあ行こうです。でも船の中はいつも音がしてうるさいんです。キー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 音がする。あと、もっとひどいの、ネズミの走る音がするんですよ。皆さん、ネズミがいるんですよ。で、波はジャパーチャパーと音がしました。で、毎日床の上に藁を引いてお布団で寝たんです。箱がいっぱい、まあ、食料が入っているんですね。建築材で船はいっぱいでした。窮屈で窮屈で、何とも静かに心休まることができない場所でした。パンパンな船です。パンパンなところっていうのは、人々でちょっと意地悪にさせるんですね。ちょっとね、自由が利かない、スペースがないから。で、船員はでこう言ったんです。もうクリスチャンが毎日毎日詩篇の賛美、祈りをする、これが嫌だと。そんなんしてくれるなよと思ったんです。でも、クリスチャンはクリスチャンでこうです。船員たちがね、言葉遣いがめちゃ悪いんですね。ほら、英語で悪い言葉あるでしょ。ああいう話し方をしたので、それを嫌がったんです。揺れる船の中で船酔いをする人もいました。そうすると体調が悪くなってね、優しくできないんです。誰もお互いに優しくできないんです。で、ご飯がまたこうです。いつも塩漬けしたお魚、お肉、カッチカッチのビスケット、ドライフルーツ、チーズとかバターですね。で、食べ物硬いから、どうやって食べるかって、ビールでグーッと入れるだけなんです。あ、飲み物はビールなので、子供たちもビールを飲まないといけないんです。船の生活は飲みとの戦いですね。もうそれはかゆい。そして退屈です。当時はゲーム、ビデオゲームもないし、テレビもないじゃないですかね。毎日毎日退屈で、家に帰りたいというホームシックになりました。先がわからない旅はみんなを不安にさせます。信仰があっても心の葛藤、戦いが続いたんです。船の中で嫌な気分を味わったり、悔しい思いをしたり、本当に船旅が大変だと思った時はここです。付き添いのお医者さんが病気になりました。それも高熱です。そしてとうとう亡くなったんです。お葬式をしてもね、埋葬するお墓がないから、どこに捨てるかって言ったら、置くかって言ったら、お葬式は散骨みたいに海に体を投げるんですね。海の中で、船の中で子供が生まれた時はオーシュネスと名付けられて、日本語で言えば海くん、海くん、陽くんというような名前の子が与えられました。天候はいつも晴れじゃなく、嵐の日もありました。一番大事な柱が嵐の日に壊れた時は、みんなもうダメだ、みんな死ぬわ、海でもうさようならと思ったんです。でも、なんとか嵐を持ちこたえて、その後鉄のネジを使って柱を修理できました。嵐で海に投げ込まれた人もいました。その時ね、って言ったら、船にロープがこう出てるね、そのロープに捕まってですね、そしてなんとか船に戻ってきました。66日間の壮絶な旅だったんです。11月11日、
陸が見える、もうみんな喜びました。陸だ、アメリカだ。でもここからがもっと危険と苦難が始まる時だったんです。家に帰りたいなと思う人もいたかもしれません。だってね、船員がいいんです。ここは野蛮な国だよ、野蛮な人がいて、それはそれは危ない動物がたくさんいるから。でもね、みんなはこのアメリカの地に定住するという固い意志を持つ人がやってきたんです。ロンドン会社との約束がありました。その協定化生活を始めたんです。船から木材、水などを下ろします。でもね、アメリカに来てみたら、ここ水がたくさんあるんです。ここロサンゼルスは水が足らないけどね、東海岸は水がたくさんあるんです。それも木も多いんです。そこら辺にいっぱい木がありました。夢が与えられる地でした。そして男性は小舟が2隻あって、その修理を急いでしながら、物を運び出すんですね、船からね。女性たちは66日間洗濯ができなかったので、やっと洗濯ができると洗濯に忙しかったんです。で、早く内地を探検して移住する定地を見つけないといけないんですね。で、そう探してる途中、丘があったので掘ってみると、トウモロコシがいっぱい出てきたんです。これはすごい、ここは宝物がたくさんある地だと思いました。春になったらきっとこれを植える。そうするといっぱい収穫が期待できると分かったんです。船に持ち帰りました。まあ後でね、払うからねと心で思ってるんですよ。で、本当に後でインディアンの人たちに払い戻したんです。でも冬の風が吹き始めました。11月ですからね。寒いです。雪も降り始めました。早く植民地内に住むところを探さないと大変なことになると思ったんです。でも本当に良い地が与えられるだろうか、家を建てられるだろうか、不安になりながら疲れが、不安が続いたんです。だから最初の冬は船で生活をしながら準備をするんですね。12月半ば、ある日声がしました。おーっと、なんだろう、狼だろうか、怖いと発砲したら声がやみました。でもその日は眠れなかったんです。次の日の朝、またほーっていう声がします。それと一緒に弓矢がピーッと飛んできたんですね。敵です、危ない、怖い場所に来てしまった。早く内地を探検して家を建てないと、という時に荒れ果てたトウモロコシの畑を見つけたんです。そこには森もあって川もありました。ここなら生活するには良い地だと思ったんです。メイフラワー号の中で生活をしながら、ボート2隻を使いながら荷物をせっせと下ろしました。でも冬がすごく厳しくって、荷物を下ろすのに時間はすごいかかってしまいました。小さい家を建てながら荷物を下ろし移しながら行きました。ある日火事になり、せっかく建てた家の屋根が焼けてしまいました。ああ修理しないとと思った時に大変なことになったんです。病気が広がりました。多くの人が病気になっていきました。肺炎になって、まあ、これはですね、粗末な家で寒いんですね。また冬の寒さが格別厳しかったんです。で、ぬかるみの中を歩きながら荷物を運んだりするでしょ。で、食べ物が十分になかったんです。病気になるだけじゃなく、どんどん人が死んでいきました。4月までには半分の人が死んでしまいました。44人いた中、22人ぐらいがもう死んでるんです。毎日毎日
誰かが死んでしまう。看病して努力しても誰かが死んでしまうんです。でだんだん少なくなって町がちっちゃくなると、もしかしたら攻撃されるかもしれないという恐れももっと大きくなるんですね。でもね、インディアの人たちは遠くから見て大丈夫かな、生活できるかなと見ていたんです。3月になって英語を話すインディアンの人がやってきました。食べ物をあげて、食べさせてあげて、ギフトをあげたんです。そしたら次の日、盗んだ道具を持って帰ってきてくれたんです。道具が盗まれてなくなるんですね。誰が盗むんだろうと思ったらですね、インディアンの人が盗んでたんですね。それを全部返してくれました。そしてある日、チーフがやってきました。和平協定を結んでくれたんです。その時に通訳としてスクワント君という人がやってきました。スクワント君はロンドンに行ったことがあるので英語が話せました。でもアメリカに帰ってくる時に船のキャプテンに奴隷として売られるところだったんです。その時逃げたんです。そしてイギリスに逃げ帰りました。でまたアメリカの家に帰ってきた時に、みんな家族部族が死んでいないんです。一人ぼっちになりました。病気で死んだんです。一人ぼっちになったクワント君は通訳として生きていました。スクワント君は通訳以上の人になったんです。ピルグルムさんたちには神様が送った特別な助けの人、大事な友達だと思える人になったんです。スクワントさんはこうです。魚釣りをする場所を心よく教えたんです。普通はね、教えないんですよ、秘密です。でもここに行ったら魚が取れるからねと教えてくれました。コーンを植える方法も教えてくれました。農業のノウハウです。いっぱい教えてくれたんです。特に毛皮を買うのも手助けしてくれました。だってほら、7年間ロンドンカンパニーを助けるという協定があったんです。どうやって物を集め協定を続けていけるのか、スクワント君が助けてくれたからできたんです。彼は1622年に亡くなるまでずっと助けてくれた大事な友達でした。5月になり、メイフラワー号はイギリスに帰ることになりました。さて、船がなくなり、地上の生活だけが始まります。自分の手で働いて食べる生活が始まるんです。何かあったら船に行ってちょっともらってこようっていうのがなくなるんですね。頼みの綱がなくなる、切られる時がやってきました。船のキャプテンはこう言ったんです。イギリスに帰りたい人、誰かいますか？でも誰も帰りたいとは言いません。半分の人が死んだんですよ。でも誰も帰りたいと言わないんです。なぜならここでは神様を信じて礼拝していじめて逮捕する人がいません。信仰の自由があったからです。苦労してもね、自由があったんです。そして春が来て、暖かさで心が少し安心してきました。子どもたちも家を作るお手伝いをしたり、マットレスを作るあの羽を集めたり、貝を取ってきたりしてくれたんです。お勉強の時間には何をするかって、読み書きを学ぶんですけど、聖書を読んで読み書きを学びました。村は笑い声もするようになり、泣き声笑い声と普通の村になっていきました。結婚もあり、子供も生まれ、お葬式もあり、冬がやってくる前にこの村はたくさんの収穫が見込めるだろうという希望もありました。魚はたくさん取れました。
夏は本当に忙しくって冬がやってくる前に早く早く働き働けとみんなで働いたんです。秋はたくさんの収穫を味わいました。フルーツ野菜は干します。そして全部貯蔵するんです。魚はどうしたかと言ったら塩漬けにして、肉はスモークするんですね。ビーフジャーキーみたいなもんかな、うん、麦、豆、コーン、かぼちゃ、魚、うなぎも食べたそうですよ。信じられないね。ロブスター、貝、そしてブドウにベリー、まあ、クランベリー私たち今食べますけど、他のベリーいろいろあったそうです。それから収穫祭3日間のパーティーをするためにターキーを仕留めに行きました。子どもたちはゲームをしたりして遊びました。インディアンのチーフも参加します。90人の人を連れて一緒にパーティーをしました。でね、そのインディアンの人が途中いなくなるんです。うわ、どこ行ったんだろうとみんなが思った時にすぐに帰ってきました。鹿5匹も仕留めて帰ってきたんです。おしゃべりと笑い声があふれる3日間です。感謝で感謝で食べるものがあります。礼拝をする自由もあります。友達も与えられました。聖書では光の中を歩む子供への勧めがテサロニケで書いてあります。それは主に感謝することだと教えています。パウロはこう言うんです。いつも喜んで絶えずお祈りをして全てのことを感謝するんだよと教えました。生活態度の基本です。3つ、三拍子あるんです。いつも喜んでにこやかに、ちょっとおめでたい顔をしていると思ったらいいですね。いつも喜んでいるんです。こんな人になるといいよということです。でも人生病気もあれば問題もあります。そういう時は祈ることができるじゃないか。皆さんそうでしょ。そのことを通して神様に守られたと感謝することがまた増えて大きくなります。私は経験はしてないことがたくさん、戦争とか経験してないんですけれども、親とか祖父母とか、教会の人とかよく戦争で経験した苦労話を教えられます。そうするとね、私の心に感謝が与えられるんです。今も感謝です。だって食べ物があって今週はターキーも食べられるじゃないですか。アメリカ移民者の一世の苦労を聞いて、今日私たちは今週私たちは感謝を忘れない時を持ちたいと思います。束縛を受けず、いじめられず、礼拝ができます。本当に感謝です。仕事や生活でわからない時、助けてくれる友達が与えられます。寒い冬、家があって雨、風、雪をしのぐことができます。飢えることなく食べるものが与えられ感謝です。死ぬ家族がいて悲しい時には新しい家族が与えられるから感謝です。神様に感謝を捧げる週を持ちましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたは私たちにたくさんのものを与えてくださいました。本当に一世たちが苦労してアメリカの地を開拓したときに、私たちはそれを覚え、もう一度今週感謝をしたいと思います。食べるものが与えられ感謝です。住むとこがあり感謝です。自由に礼拝し賛美を捧げ、心に恵みが与えられ感謝です。
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立できる方はご起立ください。神様の御蔵に納めることも私たちしますよね。天国に行ったら皆さん自分の蔵にどのぐらい入ってるかちょっと見てほしいと思いますね。はい、それでは明日はですね、教会の総会があるのでズームです。ズームリンクが欲しい人は言ってくだされば転送いたします。そしてこれが総会の資料です。教会もうすぐ100周年になるんですよ。私たちは100年間一世の人の苦労を覚える教会ですね。本当、明日もう一度感謝を捧げて総会に臨みたいと思います。それでは、お祈りして終わります。今日はチェリーのダークチェリーのあんこゼリーが準備されているので一つ一つお持ち帰りください。お祈りいたします。私たちのために永遠の命を与えてくださったイエス様の素晴らしい恵みと父なる神様の優しい愛と聖霊の親しい交わりがどうぞ一人一人の上にありますように。アーメン。